やる気、元気、玉木。霊感太郎との玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日のお題は、じゃん。欅坂の長澤奈々子さんが、この3月で卒業することが決まりました。これでなんか、かなりの人数が卒業と脱退したんですけれど、欅坂は大丈夫なんでしょうかっていうところを見てみたいと思います。はい。どのくらい辞めたかというと、まず2015年に鈴木瑞穂さんと原田真由さん、2018年に2人、今泉由衣さんと志田真中さん、2019年に2人、米谷七海さんと長濱ねるさん、で、2020年に小田奈々さん、鈴本美優さん、平手友梨奈さん、そして長澤奈々子さんということで、10人もいなくなってしまう欅坂は大丈夫なんでしょうか。解散とかそんなことはグループとしてなくなっちゃうとかはないでしょうか。大丈夫なんでしょうか。ちょっと全体的な1年のところを見ていきたいと思います。はい、ズバッと出ました。まず顕在意識、表に見えるところの意識はです死神、このグループ終わったなってこうグループの人たちも思っているみたいです。内部も。そして潜在意識、見えないところの意識では、女帝の逆、みんななんてわがままなんだ、うん、やめちゃう人たちに対してかな、なんてだよ、みんな勝手だよっていう思いが見えますね。そして過去のところ不安、まあ、不安ですね。あの平手さんいなくなっちゃうしね、うん、で現在はそれでも希望を持って背景にして、地道に細く頑張ろうよ、ひたむきに努力しようよっていうのが見えます。で、近い将来2、3ヶ月後は、これ心の流れが悪いんですね。ストレスが溜まったり、節制のカードの逆なので、メンバーのストレスが溜まったり、グループ全体が闇がちな感じに見えますね。で、立場としては運命の輪の逆が背景にあって、ついてないなとか、チャンスがものにできないなっていうのが背景で、やる気が出ない、力の逆。そして周囲の立場が自己犠牲、釣り人の逆、なんか苦しんでますね。その苦しみから出る方法は知ってるんだけど、あえて出ない。これはファンの人かな、共に苦しんでいる姿なのかな、ファンの人なのか、それとも取り巻く大人たちなのか、なんかもうみんな苦しんでるみたい。そして欅坂の可能性として未完成なんですね。あの世界の逆、なので物事を達成できないとか完結できないとか、どうもこうこれだという、なんか決定打的な結果が出せないみたいな可能性とか力ですね。そして最終結果、この1年後くらいの結果は女教皇の逆なので、これは冷酷とか残酷だとか、またあの内部でいじめとか人間関係が悪いとか、あとは未熟とかノイローゼになってしまうとか、視野が狭くなってしまうとか、どうもよろしくないかな、この1年は。そしてどうしなさい、対策のカードは太陽のカードなんですね。あなたたちもっと明るくしなさいよっていうのが出てます。明るく希望を持って楽しく活動しなさいよ、やる、どうせやるならっていうのが出てますね。今年1年は見ているファンの方もなんか辛くなっちゃう
かもしれない、気分的に。どうもこのグループみんなちょっと辛そうじゃないみたいな、見てるこっちまでなんか辛くなるほどなんか辛そうじゃないっていうのはこう伝わってきそうな一年になってきそうですね。うん。でも解散するとかなんか分裂するとかはなさそうなんですけど、うん。大変そうです。で、次のね、センター的な人は誰になるのかっていうのも占いたいんですが、何しろ、私が誰がこう候補としているのか分かってないので、誰かコメント欄で候補を挙げていただけませんか？そしたら、例えば5人でも、7人でも、10人でも、そんなに。うん、候補がいれば、この中で、あ、この人が有力ですよっていうのは見れるので、ぜひ、次のセンター候補を書いてくだされば、見ます。ということで、欅坂プチ占いでした。うん。楽しくやってる姿をファンも見たいですね。はい。では皆さんお体に気をつけて、じゃあね、バイバーイ。